はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。ということで、今回も、恐怖の森増殖、やっていきたいと思います。いやー、これもね、今回が最後で終わらしたい。いろいろと、なんか、結局、バイクを動かすための、なんか、道具みたいなのを、パーツを拾わないといけないんだけど、そのパーツの位置は全部分かったから、前回のパーツで。もう、パーツを早く取って、バイクで逃げるのかな？多分。バイクにパーツを入れて、バイクに乗ってゲームクリアなんだと思うんだけど。もう今回こそクリアします。あんまりね、もう、ビビらないよ。もう慣れてるからね。なんたってもう、パーツいくつですか？ 4 か5ぐらい、やってきてるんで。もう舐めないでいただきたい。うわっ！舐めないでいただきたいって言って早々今一瞬出てきた顔にびっくりしてるけどね。いや、あんまりね、でもね。怖いけどね。言うてもあんな顔が近づいてきたらさ。怖いよね。誰だって。誰だって怖いと思いませんか？ふふふー。オッケーオッケー。まず一つ目。よくわかんないペットボトルみたいなの手に入れた。よし、次は上に行こう。え、まさか上まで上がってくる？こいつ。それだけはやめてくれ。上は安全に。上だけは安全に行きたいんだ。ここが唯一安らげる俺の場所。唯一の癒しの場所。俺の癒しの場所を奪わないでくれ。頼む。よし、電池を取って。あ、ちょっと恥ずかしがって隠れちゃってるあの女の子をね。また。え？なんで？なんか BGM 聞こえる。なんで？え、おかしくない？あ、聞こえなくなった。うわ、怖っ。今一瞬 BGM 聞こえましたよ。これだからやめらんねえな、恐怖の森は。全米が楽しんだ恐怖の森増殖。まあテキパキとやっちゃいましょうよ。どうすんだろう。どっち行くべきなのかな、最初。いや、こっち行こうか。うお、あいつあんなところ引っかかってんだけど。あいつずっと引っかかってるけど大丈夫か？いや、来てる。普通に来てんじゃん。あれ、普通にやってきてる。これどうしよっかな。でも向こうにアイテムはあるのは分かったんだけどさ。まず、どういうルートで帰れるのかっていうのが、まだ分かってない、俺。で、さらに向こうもなんか変なエイリアンみたいなやついたのに、人型の。なんなんだよ。うわ、この静かになるのやだ。静かになるのやだ。うわ、怖い。なんか曲流して。誰か曲流してくれ。フリソデーションかなんか流してくれ。あー、後ろから来てんだ、今。後ろから来てるんですよ、絶対に。うわ、来る。どっちから？あ、そっちから来た。こっちから来た。オッケー。いや、落ち着いて。あれ？行きの。あ、来てる。これ来てる。こうやって避けていく。こうやって避けていって、こっち側ね。さっきはそっち側に逃げて行き止まりだったから。お、出た！よし！いいぞ。ここどこだ？わからん。どこに逃げたんだ、こだ。あ、わかった。いいぞ、電池もかなりある。さあ、このまま、あのなんか変な成長期を迎えた、せいちゃん、すごい成長期で腕と足が無駄に伸びてしまった。あいつに会いに行こう。あいつを巻いたらクリアだ、このゲームは。
いやでもさ、あのなんかトンネルの奥のさ、あのなんか人間みたいなもう一人叫ぶっつって、あいつは結局何だったんだろう。あいつなんか意味があるのか、なんかチェックポイント的な何かか、やっとくべきなのかあれは。ちょっとそれが謎。あれはなんかやっとかないと後々苦労するぜみたいな話だったらやっといた方がいいのかな。しまったな。いやでももう進んでしまったなら仕方ない。前に進むしかできないんだ俺は。前に進め俺。迷うな。自分の信じた道を行くんだみんな。これはね、あれですよ。今受験とかでね、受験シーズンとかでもういろいろと迷ってるね子たちがいると思うけどね、その人たちに勇気をあげるための動画、僕はそういう動画を作っていきたい。もう二十歳になるお兄ちゃんだってね、この恐怖の森っていうホラーゲームをやってさ、ギャー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 叫びながらもね、必死に前に進んでいく、そういうことなんですよ。どういうことなんでしょうか。いやーこの道で合ってんのかわかんないぞ俺。やってるっぽいな。合っててほしい。合っててくれ。は？あれ？下に降りている。これは本当に合ってるのか。謎だ。謎すぎる。この道で合ってるのか確かではないが、あ、間違ってましたね。これは死んだんじゃないかな。これは死んだろ。あいつもさすがにこの道はついてきちゃってるだろう。さすがに来てるよね。どこにいんだよ。それが怖いわ。どこにいるかわかんないのが怖いわ。こっちに行ってみよう。あ、ふぅ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 、あ、ちょうど全部揃いましたね。でもこれ絶対来るんですよ、やつが。早く出てこい、頼む、もうね、いきなり出てくるのが怖い。よし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 、君はね、君はもう終わりだよ。もう僕に勝てるわけがないでしょ。もうちょっとこうやって、まあこんな感じですよね。いい感じ、素晴らしい。俊足秋です。コーナーで差をつけろ。あれ、道間違った、多分道間違った。いけるか、いける、俺ならいける。俺を誰だと思っている。いや待て、いやこのバイクの道筋からしてね、絶対ね、あのトンネル行くんだよね。あのトンネル開けよう。多分開けないと多分まずいと思う。ここまで来て絶対俺ゲームオーバーになりたくないから、全部回収していこう。全部網羅した上でクリアしてやる俺はこのゲームを。え？お前そっち行っちゃったら、え？俺どうすればいいのそれ。こっちに来て、こっちこっち。こっちにいて、で、これどうやって避ければいいの。こんなんどうやって避ければいいの。どうやって避けない。もう決めた。あのトンネルを先にやってからさっきのルートへ行こう。そういうスタートにしよう。なんかそれが一番いいような気がする俺の中で。さらにここにも電池あるしね。ヨシエさんをなんとか巻いて先にここをクリアしたい。ヨシエさんが来る前にクリアしたい。ヨシエさんが来る前にクリアしたい、このゲーム。ヨシエさんが来る前にクリアしたい。来てる？
え、これどうすればいいの？お、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 これいいんじゃない？マジかよ。神よありがとう。こんなに、こんな望まれてもいいのか。なるほどね、あそこに引っ掛けるのか。いや、もっとなんかあるかもしれない。あいつを倒す方法がもしかしたらあるのかもしれない。もうそれはこれからみんなが、この動画を見ているみんなが自分でこのゲームをダウンロードしてプレイして考えてください。あいつを倒す方法お願いします。まだこのゲームはクリアって言ったわけじゃない。この恐怖の森を普通の森にするために俺たちは頑張っていかなきゃいけないんじゃないのか。そういうことですよ。どういうことだよ、もうわかんないよ。あれ、あいつ来ないけど。来た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 。お前が避けて、次は上に行きましょう。ふう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 、やってくれるぜ。この俺をここまで追い詰めたのはお前が初めてだぜ。オーケーオーケー。ふう、ペイントルート的にはトンネル、あのちっちゃななんか倉庫、そしてこの小屋、そしてあの手長エビじゃなくて背が長いところに行って、その後あの水路っていうかなんか水の音がするところだね。ペイントルートです、おすすめです、ペイントルート。いやまあね、一般の方はもしかしたらちょっと難しいかもしれないけどね、ぜひペイントルートをやってみてください。いや待って、まずペイントルートが確率本当にできてるのかどうかわかんないからね。俺がクリアして、うわぁうわっ、なんなの、意味がわからない。ちょっともう新しい動き見せないでくれ。ここに来てなんかあの人が、あの吉江さんだったっけ、吉江さんがなんか新たな動きを見せてきたぞ。吉江小屋に現る。もうやめてくれ、頼むから、そういうのはもういらないよ、もういらないんだよ。なんでそういう新しい動きをここに、このクリアしそうっていう時にこうやってくるのかな。本当にお前に絶望を味わわせてやるみたいな感じ、やめて。これ間に合う？間に合う？間に合いました、ありがとうございます、いい薬です。いやちょっとね、手前のとこで今巻きすぎたのかもしれない。もうちょっと奥まで引きつけてから吉江殿を巻けば上まで来ないんじゃないかという俺の考え、ちょっと手前で巻きすぎたね、調子乗りすぎた。ふう、もう心臓が持たねえ、もう手汗がやばいんだよね、手洗いに行きたい。はい、もうこれでパーがプッって出てくるね、顔が、その顔がピュッて出てくるのやめてほしい、顔がピュッて出てくるの本当に迷惑。いや引き付けよう、もうここで巻こう、ペイントルートはここで安全にくるっとね、ここです、ここで綺麗に巻いて、多分吉江殿をここで引っ掛ける。もうこういうことやらないと多分上に来る、あいつは調子乗ってついてきちゃった、酔っちゃったみたいな勢いだよ。もうそういう女の子的ノリいいよ、酔っちゃったみたいな、そういうノリいいよ。もう家に帰りたいよ、もう早く家に帰って、今週のジャンプ読みたい、気になる、今週のジャンプ、ブリーチ気になる、ブリーチ読みたい。
いや、今度は来ないでしょ。さすがに来ないでしょ。もしかしてトンネルルートをやるとちょっとヨシエがもうちょっとアクティブになるみたいな、そういう要素入ってるのかもしれない。いや、怖いこれ。いや、来てるんだな。来るんだ。やっぱ来るんだ。何？トンネル先にやると何？ちょっと強くなるの？君。もうそういう要素いらないよ。君本当にもう最初で十分で、もうそのままの君でもう十分だから。もうそんななんか無理しなくていい。君はもうそのままでいい。そのままの君でいいから。もうそのままの君で。もうやめよう。この話はもう終わりだ。もうあのヨシエは終わりだ。次はあいつだ。あ、待ってよ。違う。間違えた、間違えた。ヨシエ、ここの後あれだ。ミスった。やっちまった。電池の無駄になっちゃった。これ大丈夫か？大丈夫なのか？答えてくれ。これ、あ！これ入ったね。なんかオイル入ったみたいな書いてある。え、まさかこれでセーブできるとかないよね。そんな、この恐怖の森にセーブ機能なんてないでしょ。あったら泣くよ俺。今まで俺はセーブ機能に気づかなかったことになるからね。最終回って言ってるのに、最終回にてセーブ機能に気づく実況者ってやばいでしょ。ここでよくわからない四角い物体を取り、左から出てくる人間っぽい人型の何かを何かから逃げつつ、乾電池を取り、そしてここにある何かよくわからない四角いものを取る。そしてこっちに進んでいく。さあ追ってくるが、ペイント選手に追いつけない。ちょっと待って、行き止まりに行っちゃった。これは間に合うか。間に合った、セーフだ。いやー、許された、許されました。ペイント選手、なんとあの人型の怪物に許された。さあこれは運命すら味方している。そしてあの人型の怪物すら俺に味方している。そういうことでいいんですか。いいみたいです。いや、運が向いているぞ。運が向いてきているぞ。これは確実に僕にこのゲームをクリアしろと作者さんが語りかけている。そろそろお前クリアしていいよ言っているはず。もう散々ビビった、ビビり散らした。もうクリアさせてください、お願いします。いやー、もうなんか怖いというより希望だね。このゲームをクリアできるという希望が今湧いてきております。恐怖より。ありがとうございます。そういうゲームなんだねこれって。いや、素晴らしいゲームですね。最終的にこう人間にこう人にこう生きるっていう希望をこう与える、なんて素晴らしいゲームなんだろう。ちょ、みんなもやりましょうこれ。ぜひこっちじゃないや、皆さんもぜひプレイしてみてください。恐怖の森増殖フリーでできるんでね、無料でパソコン持ってはできるんで、ぜひやってください。また別のね、なんかルート考えるのも面白いですね。いや、まだクリアしてないからさ、このルートが確実かっていうのはどうかわかんないけど、自分のルートを考えるってのもまあこのゲームを攻略楽しむ上での一つの要素だと思います。さあ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 、全部集まったけどな、これはどうしようかね。最後ここで道間違ったらすごい悔しいぞ俺。いや、もうね、道とかね正直覚えてないんですよ。なんか己の感覚のみで進んでいる。はい、余裕で、どっからか、あー、ここのね、ここを行った、ここを行ってね、左を行くと出てくるよ。曲がりくねった道の先にって感じ。
で、ここのよくわからない円のところでうまい具合にくるっと巻いて逃げると。よし、これで全部集まったんじゃない？いやいやいや、これはもしかして俺本当にクリアしちゃうんじゃないの？ちょっと待ってくださいよ、恐怖の森クリアですか、ペイント選手？あのバイク全部装填したらどうなんの？どうなんの？俺わかんないよ。え？え？何なんでこれ？逃げれるの？バイクで。お、やっぱ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 。で？この先に？逃げれる？わあ！え？え、なになになに、どういうこと、どういうこと、もう分かんなくなっちゃった、なにそれ。え、もう予想外、もう終わりだと思った。え、予想外、なに、どうすればいいの、もう分かんない分かんない。今の俺の操作ミス、確実になんか俺の操作ミス感が出てた。ええ、なになに、結局これはゲームオーバー、お前は結局なに、この恐怖の森から逃げることはできないのだ。はぁはぁ、エンド？そういうこと？そういう終わり方？ちょっともうわかんないよ。もうちょっと細かい説明をしてくれ。じゃないと俺が理解できない。俺の脳みそじゃ。あれ？あいつ、あの人来ない。ああ、あんなとこに光ってるあいつ。バッカだ。なんなの？どうすればいいの？今の何？俺の、同じことずっと言ってる俺。いや、落ち着け。いや、もう一回試してみよう。もう一回試して、ダメだったら多分そういうことなんだろうね。お前はもう、この恐怖の森から生きて帰ることはできない。はぁ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 。エンドなんだろうね。あっけな。そんな終わり方。そんなエンドは、ちょっとあっけなさすぎるだろう。いや、作者さんはちゃんとしたトゥルーエンドを用意しているはず。俺はそれを信じるよ。よし、またまた手足が長い坊やに会いに行こうかね。もう何回彼とも走り回ったか、もう分かんないですよ。まあでもなんかちょっと友情芽生えてきたような気がする、彼とは。何なのかな、そのなんか一緒にこう切磋琢磨し合ってるっていう感じがすごいよね。なんか部活のさ、部活動やってるライバルみたいな感じ。もう俺はそういう風に見えてる今、彼のこと。まあライバル しつつもなんかちょっと友情芽生えてる感じね、彼とは。そういう中です、彼とは。今から、これからご紹介する、彼はそういう中です、僕とは。ね、ほらね、すごい期待のエースですからね。あんだけ手足長かったら多分陸上部でだいぶ活躍できるんじゃないか。いや、絶対足早いと思うんだよね、もうちょっと本気出したら。こいつはね、原石なんすよ今追ってきてるやつは。多分マラソンか短距離のこうエースになれると思うんだよな。世界狙えると思うんだよな。俺と一緒に世界目指してほしいんだけどさ、あいつもなかなか頑固で。俺は新体操部に入るって聞かないんですよ俺あいつ新体操部入りたいんだって。まあ、それも悪くないけどさ。はい、行ってこい。え、出てこない。え、出てこなかったけど、どうしちゃったの？俺の足の方が速すぎた？もしかして俺の足が速すぎちゃってクリア。あ、あれ、俺じゃん。よしよし、今度こそは今度こそはうまい具合にクリアしたい。おい、おい、いけた。お、なんかある。
わわわわわわわ、オッケーオッケーオッケー、次なんだ次。わあ、ちょちょちょ、え、肩、え、なに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 、は、なんで上見上げんの。ああ終わった終わった、うわうわ気持ち悪い、何このエンディング、この陽気な曲にこれ合ってないよ、何なんだよマジ、もうあー、この子は癒し、この子は癒しだった俺の、あー、あ、こいつは俺となんかライバルみたいなやつね、俺のライバル、うわ出ました、はあ、よしえさん、さあということで、この恐怖の森増殖も今回が最終回ということでね、無事終わることができました、イエイ。いやー面白かったですよ、いやもうくじけそうになったけども、もう後半はなんかどうやって巻いてやろうかなって考えながらやることができました、なんかすごい楽しかったです後半は、もう最初は何が何が起こるの、急に出てくるのって怖かったけど、後半はもうバリバリ楽しめました、ありがとうございました、皆さんもぜひ、まあフリーなんでね、ダウンロードしてやってみてください、じゃあこれで終わろうかな、それではみんな、また会おう。